はい、こんにちは。今日なんですけれども、フィッシュオイルについてやっていきたいと思います。フィットネスやってる人って結構肌が綺麗な人が多いんですよ。まあ肌ツヤ、まあ髪の毛もそうだし。で、それはなんでかっていうと、やっぱりサプリメントでビタミンとかをちゃんと補ってるっていうのもあるんですが、それ以外にフィッシュオイル取ってる人がやっぱり多いんですよ、圧倒的に。まあ自分、まあ美容の仕事してて、まあエステシャンの仕事もしてるんですけれども、エステシャンで肌が綺麗な方とか、まあ結構若々しい人はフィッシュオイル取ってる人多いんですよ、すごく。で、実際自分もずっとフィッシュオイル取ってて、肌は結構ね、綺麗な方だと思うんですけれども、自分はずっとフィッシュオイル飲み続けているんですけれども、フィッシュオイルはもちろん肌が綺麗になる以外に髪の毛もすごくツヤが出てきます。なので、美容としてフィッシュオイルは必ず飲むべきだと思います。例えばね、もう本当に筋肉だけ欲しいっていうのだったら、ぜひフィッシュオイル飲まなくていいと思うんですけれども、まあ自分の動画はやっぱり、フィッシュじゃねえや。メンズのボディメイク以外にメンズ美容っていう、ところもあるので絶対にフィッシュオイル取った方がいいです。でですね、おすすめのフィッシュオイルなんですけれども、で3種類試しました。で1種類目はこれがね、多分一番安いフィッシュオイルだと思うんですけれども、これを試して、でその次にナウフーズのフィッシュオイルです。これが終わってから、これオールマックスのフィッシュオイルを試しておりました。これ3つ試したでしょう。3つとも言えることは、とりあえず肌のツヤとかハリ、あと髪の毛のツヤ感もすごく、質感とかも良くなります。良くなるんですけれども、フィッシュオイルどれを摂取しても体感は同じです。一緒だと思いました。フィッシュオイルを飲むと飲まないだったら、肌の質感とか髪の毛の質感はだいぶ違うんですけれども、どれとっても結局同じでした。安いフィッシュオイルは汚染された魚を使ってるとか、そういう風な噂も結構あるんですけれども、俺が取ったこの3つに関してはどれ取っても一緒っていう感じでした。なので、ぶっちゃけ高いフィッシュオイルじゃなくても安いフィッシュオイルでもいいと思います。でね、これ取るべきだと思うんですけれども、俺ね、フィッシュオイル20代前半まではいらないかなって思います。まあ肌の質感とか髪の毛の質感が特に効果が現れるので、美容の点では。なので、20代前半は正直フィッシュオイルいらないかなと思いました。20代後半からフィッシュオイルをメンズ美容だったりとか、メンズのアンチエイジングのために飲むのをおすすめします。まあ俺はそんな感じかな。要はサプリメントって、あれも取らなきゃこれも取らなきゃって足していくとすごいお金になっちゃうから、20代前半なんて特にジャンクフード食ってる時とかが多いと思うので、マルチビタミンをしっかり取ってあげることをおすすめします。それでは